身長美容石井学科生成研究専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長の申し上げ方チャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくんですけども、ズバリなんですけど7月の1日から成長ドッグが始まりますということで、そんなことについてお話しさせてください。ということで成長ドッグなんですけども、今までですね、身長の、外来に受診していただく方ね、本当に多くの方に受診していただきました。でその中でもやっぱりね、こうそもそもなんだけど、なんかもう何したらいいか分かんないというか、結構漠然とした悩みというか、なんとなくとりあえず最終的に何センチになるか知りたいなとか、なんとなくちょっと検査してみたいなみたいな人がかなり増えてきているっていうところを実感しております。それは決して悪いことではないと思います。でそれとして我々の方で、カウンセリング1回させていただく方は大体60分とか、長い人は90分、場合によって120分なんてこともあるんですけども、かなり我々としては時間を割いてお伝えしなくちゃいけないことが、あるってところが、私たちにとってもかなりですね、時間コストがすごく、なかなか、難しい局面があったりだとか、患者さん側としてもですね、とりあえず軽くなんとなく聞いてみたいのにっていうところで、そこをなんかですね、このギャップというかですね、そこがですね、なかなか激しかったのが、この最近の数ヶ月の傾向になってきています。で今後もおそらく、こういった身長治療と、おそらく間違いの広がっていくっていうところは私は確信しておりますので、そういった意味だと、もっと気軽に皆さんに受けていただいて、もっと気軽にその何かこう、情報をゲットできる、そういうような形を取る必要があるというふうに考えて、今回ですね、成長ドッグというのを始めることを決意しました。ということで、7月の1日からなんですけど、身長の初診ですね、初診って初めて病院に行くって意味なんですけど、初診の仕方が変わります。今までは初診を予約していただくと、いきなり私と話をして、それですね、こう60分と90分とか、最終的に何センチになるのかとか、どういうふうな治療ができるのかとか、生活習慣とかも全部一気に話してたんですね。ただ、それがちょっとお互いの時間コストとかいろいろな問題が、合わないので、今後は成長ドッグというような形で、本当に健康診断ですね、皆さん健康診断をイメージしていただくといいかなというふうに思います。健康診断行くと、なんか身長を測って採血して、なんかレントゲン取って、それで最後にちょっとお医者さんの問診が少しねチャチャチャって貼って、これ心臓の音聞いて終わりみたいな感じで、結果が2週間後に届くみたいな感じのイメージだと思うんですけど、まさにそういったものを今回始めていくつもりにしております。最初はですね、がっつりお互いで、面談をするというか、カウンセリングするというか、コンサルタントをするというよりは、単純に流れ作業的にまずは、データを取ってしまうっていうところからスタートしていきたいと思いますので、まず最初に来ていただくと、レントゲンと採血と、簡単な問診と、あと成長シートの作成ですね、こちらの方を、行っていって、でその日は終了ということで、初回の滞在時間おそらく、今のところですね、大体2時間とかになっちゃうんですけど、成長ドッグが始まっておそらく30分くらいで終われるんじゃないかなというふうに思いますので、かなり簡便なものになっていくと思います。でこれは、今後もですね、繰り返しアナウンスしていきますので、具体的にねこういうことをやっていくんで、もっと細かく説明していきますけども、7月の1日からですね、初診の仕方が変わります。でもっと気楽に受けられるようになるというところと、あとは今のところね、その栄養補充療法のみの検討している方を受診をね、ちょっと現状お断りさせていただいてるんですけど、そちらの方も、それに順次で再開できるんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、そういったのぜひ楽しみにしてください。その成長ドッグの方のですね、結果報告書にはですね、最終的にそもそも何センチになるのかとか、骨年齢が何歳なのかとか、採血の詳細のですね、説明ですね、今まではそういった採血の説明もですね、皆さんに かなり細かくお送りしてたんですけど、そういったのもできるだけ分かりやすくですね、今回ですね、実はですけども、そういった、作成の資料もですね、今まで私の全部手作りだったんですけども、今回はもちろん私のベースの手作りの資料を作ったんですけど、それに対してプロの方ですね、プロのですね、上場企業とかのですね、決算資料を作る会社にですね、もう何十万もかけてですね、作るということで、かなり見やすい資料がね、できるというふうに私は信じてますというところで、本当にパッと見ただけでですね、皆さんに、こんな今、自分の子供がですね、どんな状況なのかなって、パッと見て、分かるような資料ですね、それを通して、治療を受けたらこんなことができるよとか、治療を受けなかった場合こんなことになるよとかですね、そういった情報が一目で分かるような資料ですね、そういったのを皆さんに、お届けしたいというふうに考えております。それちょっとまとめていきたいと思います。ここで、7月1日から成長ドッグが始まります。初診時にですね、採血とかレントゲンとか、簡単な問診ですね、トータルで、滞在時間は30分ぐらいを目指していきたいと思います。そちらの方のですね、結果は大体1、2週間後ぐらいにご自宅に、郵送されるのか、LINE で送るのか、そこはちょっと検討していますけども、そういったのを、検討しております。で、それを踏まえてさらに、治療するかどうかを検討するというところで、初診の段階では、今までみたいにですね、60分と90分とか長々と話するのではなくて、まずね、少しそういうふうなスクリーニング的な形で、お気軽に受けていただけるような形をね、取っていきたいと思いますので、ぜひね、今後もですね、楽しみにしていただければと思います。それではまた。